1、2、3、4、5、6、あ、まだだな。写真集の発売イベントにできた行列、そこにはくらもんの姿も。次の方です。はい、何しに来てんねん。人気声優の津田健次郎、今回52歳での写真集発売ということで。びっくりしました、正直。このタイミングでもう写真集とかそういうのはないだろうと思ってたんですけど、こういう、あれ52歳かよ、本当に友達になりて。なるほど、このタイミング。そんなくらもんのために時間を作ってくれた津田さん。はじめまして。こういうキャラの声を演じてみたいって思ったことはありますか？それはないです。喜んでる、めちゃくちゃ喜んでる。くまもん、くらもん、それ何なんすか、その財布みたいな。これ夢入ってます。あ、夢か、うん、夢だけ持ってるんだ。夢だけ入ってる。たまに200円が入っています。もうちょっと欲しいね。もうちょっと欲しいね。ゆるく自然体をぶらさないことを意識したという写真集。古本屋に佇むラフなカットやタキシード姿のダンディーな一枚も。今回の写真集の見どころをまず教えてほしい。あ、見どころ、うん、いっぱいあるな。結構ね、うん、そのね、衣装の点数とかも多くて、雰囲気も、かなりいろんな、雰囲気を作っております。結構自然体なんだろ。自然体なの。あ、いいとこついてくれるな、くらもんは。いや、なんかこう飾らないところっていうのが今の年齢にフィットしているみたいなところを感じました。ありがとうございます。見てくれたんだ。ちょっと見ました。ありがとうございます。ちょっとだけか。いや、全部見ようと思ったんだけど、時間なかった。途中から恥ずかしくなっちゃったね。そっかそっか。一番こうお気に入りの写真とかはあるんだろ。ああるある。ベッドでね、ゴロンってなってる。おベッドかい。そうそうそう、急にテンション急にテンション上がったな。そうそう、これこれ、ここ。うわ、見えてる、すげえ。これモザイクかけなくて大丈夫かいこれ。いや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 、そういう写真じゃないわ。18禁じゃねえんかい。18禁じゃないわ。何歳でも買えますから。踏み込み始めたくらもんにも笑顔で答えてくれる津田さん。自分を保つ意味でやってるルーティンとかはあるんだろう。あ、でもジムは行ってる、うんうん、何をやるんだろう。あ、なんかこう重いもの持ち上げて、重いもの持ち上げるってなんか。写真集ささやきにちなんで、こんなぶしつけなお願いを。何かをささやいてほしい。あ、どういうのがいいかな。これね、もう昨日から俺もう何だろう、寝ずに考えたんだけど。寝ずに考えてたの。だから目が充血しまして。あ、そっか。もうそうでもないけど。あ、充血した。びっくりした。すごいね。いや、燃えます。目が燃えているんですね。すごいね、そんな目にもなるんだ。ちょっとそんな目の人初めて見ました。じゃあ夢があれば、うん、何でもできる。なんかティモンディみたいになっちゃってるな。ちょっと待って、違うな。もしくは猪木さんみたいな。あ、そっか、なってる。うん、夢くらもんね、それが人生くらいでもいいね。夢それが人生。千葉吉兆のささやき狼みたいなことになっちゃうのは良くないね。そうだね、うん、ちょっとあの今ピンときてない人もいっぱいいるだろうからね。 それ聞いても結構古いからさ。くらもん、これ一個質問していい？どうぞ。くらもん、耳どこ。あ、バレてんな、バレてんな。おそらくね、この辺だよね。あ、そう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 、この辺ね。あります、ここに。なんとなくこの線がある、ここに。そういうところはね。そうそうそう、ちょっと夢それが人生。うわー、うわー、気絶しそうになった。これどうしたらその声が出るんだろう。低くいくのかい。低く、夢それが人生。ね、ささやきじゃないか。だいぶ声の質が違うね、この二人。恥ずかしいよ。恥ずかしくはない。なんで、こんな声で。やりたい放題だったくらもん、津田さんは友達になってくれるのでしょうか。はい、もしよかったら僕とお友達になってくれませんか。何？ちなみにね、はい、あの黒柳徹子さんが
友達になってくれました。はい。でもほら、人は人だからさ。あ、そっか。自分のやっぱ考えはブレちゃいけないので。そうやね。いいよ、なろうぜ。イエーイ。本当に無理かと思ったよ。あの、お近づきの印ではないんですけれども、いいですね。何これ。お金の代わる財布です。すごい嬉しい。あ、ちゃんと中にいいでしょ、目覚まし8って書いてある。すごい、ありがとうございます。いいんですかこれ本当に。だけど多分つなげもめちゃくちゃ稼いでっから、そのちっちゃい。そんなことないわ、全然。そんなことないわ。だってこれはだってあれでしょ、お金じゃなくて夢を入れる財布だから。本当に夢を入れとだな、すげえやつだけな。ここで調子に乗ったクラモンが友達の証にこんな要求まで。なんかこの後写真とか撮ったらぜひそれをつなげんの、なんかこう目がやらしいんだって。だからなんか SNS みたいのにちょっとこう上げてもらえたりすると、なんだかちょっといいなーなんて思ってんだよね。いいよ。いやー、ほんと？いいよ。よし、いいんだ、あげようか。あげてくれんのかい。あげちゃおう、今もう撮っちゃおうよ。クラもこっち、こっち来ていい？右見て。あ、さあ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 、いくよ。これぐらいかな。これ怒んない怒んない怒んない。何枚か撮るよ、適当に。ああ、いいいい、その目だよ、その目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 が一番やらしくていい。はいはい、このうちの何枚かをじゃあ。あげますあげます。あ、これもちょっと待って、その代わりさ、クラモンさ。写真集も一緒に撮っといていい。あ、そうだ。これただの記録になっちゃうね。そうだね、出ないとね。そうだね。ちょっと写真集も一緒に撮っちゃう。はい、いくよ。はい。あ、うん。あ、でもさっきのやらしい。あ、そっちの方が。はい、ありがとうございます。これをじゃあアップしときます。ありがとうございました。ありがとうございました、実はちょっと申し遅れましたが、はい、実はそれまだサンプル品で、あの、試作品なので一回返してもらっていいですか。なんかね、あの中のこのラベルがどうも剥がれるなと思って、もうすでに剥がれてんだけど。もちろんお返ししときます。これ本当にすいません。とんでもないです。いつかください。いつかあげます、ぜひ。